Thank you.
angeben. Vom Spielleiter, von Robert Covent aus Belgien. Die Spielbeobachter, Stelek Fafek und Herbert Blitz aus Deutschland, beziehungsweise aus der Tschechischen Republik. 2:1, Japan, Palacio.
ちょっと苦手や、はい、もうちょっと内側入って広いところで使う方がええのと、もう一つこのフェンス側で攻めていってゴールに入れたら角度浅い、はいはい、浅いいうことは面積狭い、はい、相手とも狭いから入るリズム減るやん、はい、4、1メートル入ってコーナーマークあたりのこう前攻めてこの辺から打ちゃ角度が深く広い相手のところ隙ができるやろ、この端の方ばっかりやねん。取れなかった。あ、入りませんでした。ということで、攻め込むときはもうちょっと内っか。で、内っか、ほんまは内っか攻めていって、赤から外に逃げれんねん。もう今、最初からそれぞれ言ってるから、ワイトがプレッシャーかけやすいねん。あ、はい。だから、こないかけられたら、取られたり落ちたりしてしまうやんか。そうなれへんかっても、タイミングが潰れてしまう。せっかくの前持ってきて、攻めよう持てるときにここで止まってしまう。もう内側は1メートルの中入って、あれだったら50メートルの余裕残してたらいいと思います。もちろん、抜けたら、抜けないと抜いてシュートも強く打ったら、その先で浅い角度で打つより深い角度で打ったら、両端でやる。強さは最低限だから、できればもっとテンションが内側入って、外へ入れるから、それがそっちから。ボール手島から来たボールが弦がトラップするんだけど、もうゴールがすぐ近くてこういう風に浮かしてトラップして打ちたいんならわかるけど、全然ゴールから遠いところでこうポコンと浮かしたようなトラップしてるとポンポンって落ちるまでパスできないし、その間にフォワードはいいとこまで来ちゃうから、もう来たボールはダイレクトか、あるいはこうもしトラップして様子見るならばパンってここで止まるようなトラップしてスッとすぐ出せるようにしない、ポコンなんてポンポンなんてやってたら抜くね、当たる瞬間にちょっと抜くトラップ、ほなもう手元にあるシャリの横に今度落ちるから、すぐ出る。なんかね、わざとこう浮かしたようなトラップしてたから、なんであんなことやってるのかな。シュートに結びつけ、もう普通に切るように、シュートに結びつけられたら、ちょっと浮かして、運動エネルギーやったり、下から飛ぶようなシュートよくあるけども、パスの時は、早く打つく出せるように、相手がもうどう来るか分からへんけど、いつ来るか分からへん。ほなもういつでもこう対処できるようにしなあかんのに、浮いてる時間はもったいない。はあ、ボール浮いてる間は次何もできない、浮かす意味がもうないか、マイナスしかないか、はあ、もうお前ゴールつるようにゴール間際で一回浮かしてバーンって打つようになったらそれはええけど、 それ以外の手前でバズ回してる時にそのトラップは時間潰すだけで相手に余裕を与えるただのトラップだもんね、ヒュッヒュッとそういう感じでヒュッと浮かしてその車輪の声ヒュッとしてシャッ、うん、そういう感じのトラップするかもちろん続くようにダイレクトで返すから、不安を解消するためのトラップだったらば、できるだけそこの場にとどまるトラップ、パンポンってすぐ出せるやつ、はいはい、そうしないとポコンになっちゃう、トラップした時にボールがそこの場にその場所に止まっていないようなトラップ、前に行っちゃうとか後ろに来ちゃうとか、そういうふうにしないように、はい、特に前に来るし、はい、要するに言うんやったら、速いプレー側とトラップやったらトラッププレー側でもないけど、速くやって、あとゆっくり様子見ることができるんだよ。じゃあ速くやることもできる。エアでも、でもトラップ、例えばトラップで遅いそういう大きいトラップを打ったら余裕がないテクニックで、速い動きして、速く動くか、速い動きしてやったらゆっくり確実に様子見るかっていう、どっちか選ぶっていうやり方で、はい、ごゆっくり速さになりました。